桜島を舞台とした野外音楽フェスザ・グレイトサツマニアンフェスティバルがいよいよ明日から始まります発起人のタブゾンビさんらが今日鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問しました鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問したのは明日から始まるザ・グレイトサツマニアンフェスティバルの発起人タブゾンビさんら三人です サツマニアンフェスティバルは2018年に始まった音楽フェスで鹿児島ゆかりのアーティストらが出演する大規模な野外音楽フェスです新型コロナによる中止などを乗り越え5年ぶりに桜島で開催されますで食も楽しめて鹿児島の文化である焼酎も楽しめて あーなんかみんなで思い出を作れるあの音楽イベントっていう形で、継続していきたいなというふうに思ってます楽しみ方自由なんで、そして生で、この生の音楽の振動って半端ないので、半端なく楽しいので、桜島のふもとに集まって、みんなで乾杯できるといいなという思いですね。うん ザ・グレイトサツマニアンフェスティバルはあすとあさっての2日間、南栄リース桜島広場グラウンドで開催されます。